皆さんこんにちは。板野幸三の超食チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授板野幸三先生にトマトの話題ですね。またお話をお伺いしたいと思います。それでは板野先生よろしくお願いいたします。あ、こんにちは、板野です。今日はですね、トマトの木の話なんですが、筑波で科学万博があった時に展示をされたトマトが1万個ぐらい実をつけたとか言って、それ以来ちょっと下火になってるのかなと思ったら、実は頑張ってる人がいたという話で、北海道の恵庭市というところにエリンコ村というか、これはアレフが運営しているエコロジーデマガーデンなんですけど、アレフって何か何だっけ、オウム真理教の貢献団体が確かアレフですね。それとは別ですよね。それとは別です。ハンバーグかなんかのお店があったよね。びっくりなんとかって、ハンバーグかなんかチェーンをやってる方のアレフの話で、そこがサポートしてるんだと思いますけど、それが北海道にあって、そこでトマトの森とかっていうのがあって、2006年ぐらいから野沢さんが昔やってたあのトマトをもっと大きくしてみようとか、実をいっぱいならせてみようとかって、そういうことに挑戦してみようとかって、そういう夢を持ってやられるような人たちが現れて、2006年だからそんな昔じゃなくて最近ですよね。でも14、5年前スタートして、11月の終わりぐらいに種をまいて、それからスタートして、まあ温室で育ててるので、翌年の11月ぐらいに終わりにすると、ちょうど1年間ぐらいかけて、栽培期間350日の間にどこまで大きくして、どこまで実がいっぱい取れるかっていう。トマトって多年草じゃないんだ。多年草じゃないですよね。普通はだから一年草だと思うけど、それは環境に適応してる時にそうなので、トマトって多分南米かどっかじゃないかと思ったけど、南米のトマトが本当に1年で終わってるのかどうかは分からないけど、一般にですね、トマトに限らず、リンゴの木でも柿の木でも実をならせようと思ったら、新しい枝を出させないと古い枝からは実がならないんだ。だからどんなに大きく展開しても実が一回なった後の古い枝からはダメなので、果樹なんかの場合だったら一回こう枝をこう切って新しい枝を出させたりするんだけど、トマトの場合はさすがにそれではうまくいかないので、もう一回種をまいてゼロからスタートした方がうまくいくって話 で毎回1年でどこまでいくかって話で挑戦を繰り返していることで、2013年のちょうど8年目ですねの時に、葉の広がった面積が85平米になって、この時ギネスに登録しちゃった。でまあ夢があって面白いっていうので、実の数はちょうどその後2018年は2万個の大台に乗って、そこから先はちょっと下回ったりとか、まあ、これなんかその年によって気象条件とかいろんなものが違うので、なかなかこう思い通りにはいかないって話なんだけども、ギネスブックに載ったところがすごいって話で、あくまで1本のトマトですよね。1本のトマトです、はい、1本のトマトです。でこんな感じね、下のところから、これもまあもともと何か野沢さんがもともとやってたトマトの、まあ、同じような感じなんだけども、これ上から見たところ葉がこんな感じに茂ってる。それでこれは根の部分で、あのくらい長方形のああいうその入れ物のところに根がびっしりとなんていうか入っていて、でこういう状況で、これ担当しているのは高橋さんという人で、今2021年で16代目のトマトが今育っているところじゃないかと思いますけども、なかなかこの人いい感じだよね。でこういうような状況で、野沢さんのやってたトマトを本当の意味で受け継いでる人なのかもしれないけど、なんでこういうことになっちゃったかというと、やっぱりね、今日はっていう会社が野沢さんがもともと建ててた会社だったんだけども、農業の技術としてやるとどうしても苦しいんですよ。他の技術で言うとどのくらいなんか経済的にどうとかいろんな話があって、でこういうような話になった時、ここはさっきのアレフっていうハンバーガー店のチェーンを出しているその会社が、ディスプレイ用というか、なんかある意味のここで利益を上げるということは目的ではなくて、一つのテーマパークみたいなものを出すことによって面白いエコのなんか概念を世の中になんか宣伝していこうとかっていう話なので、純粋にこのトマトに手がかけられるということもあるんだと思いますけども、でこの人のいろんな情報をホームページ見てると、やっぱりここはね、水がいい、とても。で自然がとてもいいところの中でやってるので、
トマトがそれに対してそのマッチングがいいって話と、栄養がどうだとか栽培技術がどうとかっていうのは多分彼の思いに応えてる、トマトが。だから栽培する人がトマトがこういうふうになってほしいっていうそのイメージを、ビジョンを持ってて、それがなんかあやふやだったりとか否定的だったらトマトは反応しないんだけども、彼が持ってる夢にトマトが応えてるんだと思うけど、こういうことが今起こってる場所があるんだって話で、一回ちょっと行ってみたいなって気がしたんだけど、残念ながら今コロナの真っ最中なので動きが取れなくて行ってみれてないんだけど、いつかちょっと行ってみたいなと思ってるので、皆さんも興味があったら、まあ、コロナの間中は難しいかもしれないですけど、行ってみられると面白いかもしれないなと思います。はい、はい、板野先生どうもありがとうございました。このお話に共感された方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございます。